然いいですよ。どうもすみません、お待たせしまして、どうもあけましておめでとうございます。おめでとうございます。今更ですかという感じなんですけど、時間がかなり押してまして、すみません、これをですね、ちょっと佐藤先生とお話しさせていただいて、僕がちょっと中小企業の、まあ、では就職するときにどうやって見たらいいかっていうセミナーをして、でその後今日ちょっと株式会社セブンの加藤さんという方に来ていただいてて、ここにちょっと不動産業界およびこう企業家精神、こういわばアントレプレナーシップっていうところをちょっと話していただこうと思ってたんですけども、ちょっと巻き巻きで話をさせていただくんで、30分の話を、10分で話をさせていただくので、要点だけ話させていただきますんで、頑張ってついてきてください。今すいません、今は就活をしている学生さん、就活をしている方、はい、結構いますね、これね、上来ていただいたんで、いい話を聞かせたと思うんですけども、行きましょう。じゃあ、せっかくなんで、このじゃあランキング、これ見たことあるんじゃないかなと思うんですけども、伊藤島さん、何のランキングでしょう。2010年度、2021年度の学生が行きたい企業ランキング。ナイス、もう完璧な答えですね。さすがですね。これは、まあ、大学生の就職希望ランキング、今のちょっと覚えておいてください。まあ、大体金融機関とかが結構流れてるかなと思うんですけど、銀行とか、まあ、そういうところが多い。まあ、いわば一言で言うと安定志向っていうのが今強いのかな思ってます。でそれがいいとか悪いんじゃないんですよ。ないんですよ。で、じゃ今度これじゃあ何なんだっていうことなんですけど、これは何のランキングでしょうかっていうのが、じゃあ、ひとしくん。10年前ですか。10年前。5年前。5年前じゃないですね。何年前。20年前。20年前。20年前違いますね。お30年前。30年前。違うな。それ時代の。時代の。絶対どこもないやん。どこもね、30年前。そんな、どこもないな。だから、まあ、パナソニックも入ってますから。お、3年前。これ何かっていうとね、要は、投資家とか、こう消費者とか、まあ、売り上げとかですよね。従業員が、まあ、その、残業がどうだとか、ちゃんと休みが取れてるか、離職率がないかとか、社会的に認められてるか、そういうランキング。それぐらい、要はこれ何が言いたいかっていうと、学生のこう見る目線と、こう要は社会的というか、こうみんな社会人の人とか株主とかが見る目線っていうのは全く違うんですよっていうのが、まあまずこの導入部分です。これちょっと念頭に置いといてもらいたいなと思います。これさっき出ちゃいましたね。これさっき出ちゃったんですけども、まあ聞いてなかった人いるかもしれない。ヨギさん、え、ちゃんと聞いてましたね。200万。そう、200万なんですけど、ぶっちゃけ言うと284万。ちゃんと言うと、ね、284万。まあ、ちゃんと動いてるのは180万じゃない。
で、まあ、ちゃんと動いてる。ペーパーカンパニーとかいっぱいある。動いてなくても陶芸家してある。そんなの含めたら280円でした。で、さっきもちょっと言ってたように、リクナビで、みんな使ってるんで、リクナビとマイナビとか使ってると思うんですけど、それでだいたい今9000社とか8000社なんですよ。まあ今この時期だと、まだそんなに行ってないと思うんですけど、じゃあそれ以外の会社どうしてんねんっていう話ですよね。まずじゃあ284万社のうち、中小企業って何パーセントあるんでしょうっていうことなんですけど、中田君、どうでしょう。サクサクいきますね、時間長い。これ大体もうこれフルでほとんどが中小企業なんですよ。で、今就職率が10月末時点で今の4年生かな、じゃあ 60% を切ってます。これ2年連続続いてます。これなんでこんなことが起きてるんだっていうことなんですけど、基本的に大企業の募集枠ってこれずっと一緒に来てる、ずっと一緒に来てる。でも大学生がすごい増えてるんですよ。で、上昇志向、最初見せたように安定志向っていうのが大きくなってるんで、それがすごいミスマッチを生んでるというところで、一つまあ選択肢として中小企業っていうところに目を向けていこうっていうところです。まあ、中小企業っていう何なんだっていうと、こういう、これちょっと端折りますけど、こういう定義があります。で、じゃあなんでまあ中小企業新卒採用してないんだ、さっきもちょっと話ありましたけど、一番上出てました、リクナビマイナビとかはちょっと経済力が高いからまあ出てないよ。これ理由一つだけじゃないんですよね。これは要は採用はしたいけど経済力が高い。じゃ あのそれだけじゃなくて、もっとじゃあ社内の財政的にも、まあ、そういう仕組みがないんだと。そもそもお金があっても仕組みがないところで、そもそも人を雇う余裕がないところっていうふうに、もう3つに分けて考える必要があると思います。で、特にやっぱりその、まあ、経済力が高い理由で、まあ見つけられないような企業とかは別にその探し出せばOK ですし、この、社内の仕組みがないところっていうのは内在する新卒を取るニーズっていうのはあるんですね。中途採用の人じゃないとっていうふうに言ってるけれども、実はまあその新卒が入る、まあ、余裕っていうよりも入ってみたら意外とハマったとか、そういうケースもあるので、意外とその284万社、180万社のうち結構目を広げればいろいろ行けるところっていうのは広いんじゃないかっていうふうに思うんですね。じゃ、企業を見るポイントっていうのをこの辺パッパンいきます。5つあるんですよ。5つあるんです。外部環境ね。これ今じゃあどういうところがトレンドなのかっていう、これ情報ですよ。何が流行ってんの、今何が来てんの、何がダメなのっていうのを常に把握しておく。で、何が商品サービス、何が会社、この会社を持たしてるのかっていうのをしっかり見極める。ちょっとこれはで、実際その会社大丈夫なの、儲かってんの、安定してんのっていうのを数値的に見る。で、あくまで特にこれ経営者って、中小企業だと人数が少ないんで、もろ経営者の意見っていうのが出てくるんで、経営者さんってどんな人で、会社入ったらどんなとこなのかっていうところをしっかり見極める、しっかり自分で考えるっていうところが重要になります。ちょっと一個ずつブレイクダウンしていきます。で、これもちょっと聞いていきたいところなんですけど、この1から4番までで一番今いい業界どこでしょうか。じゃあ北川君、一番ダメなところ、3番いいですね。まあ近いんですけども、実は今自動車の方がちょっとどうなのかって言われてたりします。これはまあすごい日経新聞とかにも載ってるレベルなんで、よくまあ就職家の人が日経新聞読めと、なんでだっていうところは、もうこういう今のトレンドっていうのをちょっと見極める力をまあ持っていただけたらな。まあ、日経新聞毎日読むの面倒くさいなっていう人は、業界地図とかいろいろ一番新しい日経新聞とかから出てるので、そういうのを見ていただくと分かりやすいかなと思います。で、外部環境っていろんな、もう6つぐらいの主に要因があるんですよ。まあ、政治的要因とかだと、まあ今やったらよく TPP に参入するかどうか、これによって影響受ける受けないっていうのがすごく変わってくるっ
今農業しか関係ないんじゃないかって思ってる人もたくさんいると思うんですけど、そうじゃなくて、意外とさっき挙げたような自動車業界なんかが、アメリカは日本に TPP 参入するにはアメリカの自動車を日本は何台売りなさいよっていうような条件が加えられてる、あんまり知られてないんですけど、そういうような政治的要因とか、このまあ経済 の、まああの今どこどこに対して物をたくさん売っている、まあ、海外の、に対して物を売っているようなところが、まあ、ダメになっちゃっているとか、少子高齢化に影響されているようなところ、まあ、良くも悪くもとかね、こういったところをしっかりこうチェックしてチェックボックスなんですけど、これチェックボックスはちょっとあの僕もちょっといいフォーマットを作っているのかなって興味がある方はまたお見せします。で、シャッシャッといきますね。で、次、要はあの何がまあその会社のまあ強みなのかっていう部分なんですけど、なんでまあじゃあその商品サービスが何が強いのかっていうところで、これはちょっとあの4つの業界で順番に売上の多い順から並べてみましょうっていうことで書いてるんですけども、何が一番身近でしょう。携帯電話、小田君、なんか順番分かりますか？売上順、売上順、どこが、うん、ソフトバンク、うん、実は NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、うん、いうところなんですけど、これってまあ何なのかっていう、まあ、今のはちょっと 大きい企業の話なんですけど、うん、中小企業とかになってきたら、その会社何で、まあ、儲けてんの、なんでその会社は あの続いてるんですかっていうのがすごい気になると思うんですよ。だ僕もあの、帝国データバンクっていう会社で企業調査っていう仕事をしてたんで、もうありとあらゆる中小企業に、なんでこの会社は売上を立ててんの、なんで儲かってんのっていうのをしっかりこう押さえておく。これはまあその商品製品そのものがもうオリジナルなのか、製品のサービスがすごい、まあ、サービスがすごいいいんだって言われてるんだとか、まあ、消費者の、まあ、認知度の広告とかすごい、まあ、イメージのセールス方法というのが特化してるとか、価格がもうべらぼうに安いとか、そういう、もう強みがないと逆にその会社って大丈夫なのかっていうふうに見ていいのかなと思います。逆にすごいあの人っていうのも中小企業だと多くあって、何々部長が、あいつがいるからこの会社持ってるんだとか、よくあるのが、まあ、あのイオンさんの下請けをやってるんだ、なんでイオンさんの下請けを取れてるんだとか、で中小企業の場合はそういうのがたまにあるんですよ。あの清掃会社、ちっちゃい清掃会社がトヨタ の全国の清掃してますよとか、そんなんがあるんですけど、そこには結構ドラマがあるんですよ。なんでそれができたのかっていうのが、そういうのをしっかり聞く、そうなんですよ、あのこれで強いんで大丈夫ですよっていうのを鵜呑みに、まあ、情報としては入れるんだけど、まあ、あのしっかりそれが何でなのかっていうのをしっかり見極める。財務なんですけど、これはもう、 あのもう散々さっきもあの学際ゼミということなんで皆さんやってきたところで、ちゃんと売上と利益が出てるのかどうか。でもう一つ、あまり、まあ、あの短いビジネスなんで皆さん出ませんでしたけど、続けていくと自分の持って最初に入れたお金と他の人からお金借りたお金、まあ、銀行から借りたお金っていうのがあるんですけど、それのバランスっていうのがすごい大事になります。これが自己資本比率、これがまあ安定してるかどうかっていう指標。中小企業の場合はもろ本当にもう数パーセントの企業とかすごいたくさんあるんで、しっかり見ておこう。で、売上高経常利益率、まあ、これはまあ本当に利益が出るかどうか、まあ、あのすごい税金対策とかしてて分かりにくい部分ではあるんですけど、実際どれぐらい利益が出てるのかっていうのをしっかり見極めましょう。でも経営者の人は、まあ、こうこれもつなぎ合わせるっていうアルタなんですけど、ね、まあ、誰がどんなことを言ってるのかっていう、大きい企業だと、大きい企業でもここまで考える、ちっちゃい企業だともっと話し込んで経営者を見ていくっていう必要があります。で、ここが多分、まあ、就職活動するっていうところでは社風体質って重要だとは思うんですけど、まあ、数値で表せるもの、
離職率とか残業時間とかそういったものっていうのは、うん、指揮法とか、まあ、採用ホームページで書いてあるっていうのはこれが正しいとは全然限らないんですけど、そういったものと、訂正情報、数値では表せないものっていうのを両方から判断して、まあ、よく言われると思うんですけど、まあ、具体的なチェック方法っていうのは、まあ、実際に行ってみてとかいろいろあるんですけど、今は本当にインターネットで素晴らしく情報が取れるようになってまして、ちょっとここで公式に書いてしまうと自分のやってるビジネスじゃないみたいなんですけど、就活だとね、よくみんな知ってる民衆っていうみんなの就職活動日記っていうのもそうなんですけど、あとはあの実際に入った人がどれぐらいの年収でどんな制度でっていうのを口コミで集めてるサイトがあるんです。それがキャリコネっていうサイトなんですけど、それは登録しないと見れないんですけど、まあ非公式ですけどオンライン。ちょっと時間が押しまくってて巻き巻きで申し訳ないんですけど、基本まあ中小企業に行くにせよ、まあ大きい会社に行くにせよ、しっかりやっぱりあの自分が入るときに、まあどういうふうに活躍ができるのかっていうのを描けるような、ヒアリング就職活動を進めていっていただけたらと思います。まあ、ただ単に向こうから降りてくる情報だけじゃなくて、多面的にこう情報を仕入れていくというところでミスマッチを少し防げるのかなと思います。中小企業をどうやって見つけたらいいかっていうところまで行くとちょっと話が止まらなくなるっていうのと、確立された方法が全然ないので、もしそういったところに興味がある方は全然ごしごし聞いていただけたらいいと思います。すいません、すごい駆け足で喋ってしまった要点が要点だけになってしまったんですけど、とりあえずさーっと駆け足で喋って今回は以上です。どうもありがとうございます。質疑応答行きたいんですけども、ちょっと、今私が話したのがあの中小企業の、まあ、見方。今このゼミは、僕の、私はあの、2003年卒の総合政策の出身なんですけど、経営ゼミだったんですよ。でそれで今私の代で3人起業してるんです。私入れて3人起業してる。で、2人が親のまあ仕事手伝ってるとかで、実際まあ経営者みたいな状況なんで、ひょっとしたらまあ皆さんもそういう意識が高いのかもしれないというところで、そういうところも踏まえて、一番まあ、ベンチャーしやすいっていうのを、まあ、いろんな商品開発とかあったと思うんですけど、一番実は起業しやすいのっていうのは不動産業界なんですよ。新しく会社できたっていう人結構不動産会社の確率が高いっていうことで、今多分あんまり視野に入れてない業界だと思うんですけど、意外とこんなところがあるよ、こんな仕事なんだよっていうところと、あの、まあ、起業するスピリッツ的な話をちょっとあの私 の、 あの、まあ、クライアントさんでも株式会社セブンの加藤社長から少しあの話しさせていただけたらと思います。すみません、時間です。あ、すみません、株式会社セブンの代表取締役私もなかなかこういう場っていうのがちょっとあの経験がないので、うまくお話できないかもわからないんですけれども、あと時間もあんまりないということなんで、まあ、ちょっと要点というか、まあ、私が皆さんにお伝えできることがあればということで、中にいろいろ会社の概要とかまとめてますので、また時間があればご覧いただけたらと思うんですけれど、私去年の、4月にあの独立をしました。もともとですね、みずほグループで10年間サラリーマンを、やらせていただきまして、で結構あの珍しい経歴の人間なんで、ちょっと簡単にお話をしますと、私高校2年生の時に留年をしてまして、で退学になったという、ちょっと若い時そういう、まあ、経験がありまして、ずっとあのアルバイトですね、ギターをずっとやれたんですけれども、あの23の時に、まあ、いい加減もう働かないといけないなっていうので、
まあ、皆さんのようにきちんとしたそういう就職活動を何もせず、コンビニに行って就職情報誌を買ってきてパラパラって戻ったら、まあ、月収30万円という、それがたまたま不動産の営業ということだったんですね。で、まあ、わけもわからずとりあえず気に入ったら、まあ、元気がいいからとりあえず入りなよっていう、まあ、それが本当に僕の就職だったんですけれども、最初に入った会社っていうのは、まあ、マンションデベロッパーって言われるところで、まあ、マンションを、まあ、作って売っていくっていうことなんですけど、電話営業と訪問販売、で休みは月1日で、朝9時から晩の10時、11時まで毎日働く、そういう会社でした。で、まあ、仕事自体は、まあ、それなりに面白くやってたんですけれども、まあ、いざやってみると、不動産って結構面白いなって思ったんですね。それは何かっていうと、まあ、営業をどうせ売るんだったら高いの売ってやりたいなっていうのがあって、大きなお金を動かしたいっていう、まあ、これは僕の勝手な思いなんですけどっていうのがありまして、やっていくと結構不動産って奥が深くて専門的なことも多くて、まあ、他の業界の営業としても分からないんですけれど、不動産の営業っていうのはその商品の知識もいりますし、あとその駆け引きですね、で、まあ買っちゃおうかなっていう金額帯じゃないんですね。何千万、何億っていうものなんで、まあ、そういった意味では、結構いろいろ勉強しないといけないなっていうのが分かってきたんで、そこからまあちょっと大きな会社に行きたいなっていうふうに思いまして、まあ転職の活動をして、まあなぜか縁があって、まあ、ミクログループに入ったっていう経験があります。で、まあまあ、それなりに実績を残させていただいて、まあ、ちょっと自慢になっちゃうんですけど、一応全国の1位の記録を持っています。これ売上と契約件数両方持ってまして、一応歴代最高記録を、持っています。で、まあ今日私が皆さんにお話ししたいのは、本当に起業したいですかっていうことなんですね。で、私はしてよかったなと思ってるんですけれども、若い時から、まあ、実際仕事をやり始めて自分がそれなりに実績が上がってきて、まあ、夢でこう漠然といつか自分で会社やりたいという思いがすごくあって、ただ実際本当に、まあ、自分がそう環境が整ってきた時に、やっぱこうビビってくるんですよね。本当にお前できるのっていう。で、結構この業界って周りでも俺独立するよみたいな、俺もいつかするよみたいな、そのサラリーマンなんかやってらんねえよみたいな話ってよくあるんですけど、本当にする人ってやっぱ少ないんですよね。って言うんですよ、先輩とかに。やらないんですかって言ってたじゃないですか、やろうって言ってたじゃないですか。いや、もう家族あるからな。失敗したらもう次、就職できねえよとかね。やっぱり現実的には、本当にじゃあやるかっていうと、やっぱやらない人がほとんどなんですね。で、本当にやる人っていうのは、やっぱり計画的に若い時から、自分が本当に独立するとき何ができるんだとか、本当にご飯が食べれるのかとか、本当に真剣に考えている人が私の周り見てると本当にやってる方なのかなと。で、成功してる方もやっぱそういう方なのかなと思うので、で、まあ、僕はやっぱり今もいろいろ新しいサービスを考えてはいるんですけど、とりあえずやってみようかなとかっていうレベルができないんですよ。っていうのはそんな余裕がないんで、結局一回実際やって本当に失敗しちゃったらもう会社潰れちゃうっていうリスクを背中合わせでやっていかないといけないんで、日々のお金を稼ぎながらかつ新しい商売を考えていくっていう、まあ、ある種本当に瀬戸際の世界、それが面白いっていうのはあるんですけれど、まあ、そういった意味では僕が実際にどういうふうにやったかっていうと、そのサラリーマンっていう時から常にその経営者の目線っていうか、例えばそのどうやって各店舗があるんですけど、その店舗のじゃあ売り上げがどうなってるのかなっていう。で、みんな結構その仕事をもらってそれこなして、まあ、できたできないで喜んでるみたいな人多かったんですけど、僕自身で言うと、例えばその店の責任者のところに行って、その今実際収支どうなってるんですかっていう話を聞いたりとか、例えばチラシ打つにしてもじゃあこれいくらかかるんですかとか、そういうのを結構自分から積極的に話を聞いたりとかしてました。で、あと僕が思うにはその能力っていうのはそんなに変わらないと思っていて、じゃ人の本当に3倍4倍働けるのか努力できるのかっていうことだと思うんです。でちょっとここに私書いてるんです。これ実は私がこう自分の人生を変えた言葉だと思ってるんですけど、その23歳の時に、まあ、一番最初にその経験の会社だったんですけど、上司から教えてもらった言葉で、まあ、目標のない人間はその人の理想を伝える人間だと。
現状から逃げようがコスト努力するっていうことで、まあ、本当にこの通りだなって思ったんですけれど、最初その会社入って、やりだすときは夜の11時ぐらいから本当にチラシを作って夜中の2時3時までチラシを待ったりとか会社に泊まり込んで仕事することもあったですし、まあ、大企業だったんで、まあ、休みは普通にあったんですけれど自ら出勤して月、まあ、休み1日2日みたいな生活を自ら好んで、やってました。でなぜそれをしたかっていうと本当に独立したかったからなんですね。本当に独立したかったらやっぱそれぐらいやらないと絶対やれないなって自分で思ったし、その会社の中で その例えば営業でやっていくのであれば結局、まあ、大企業といっても狭い世界なんですよ。うちの会社でも営業500人ぐらいだったんですけれど、その営業500人ぐらいの中で上位にも入れないやつが実際自分でやっていけるのかっていう自分に問いかけるような形で、やってました。で独立したとするとでも自分で仕事を作っていかないと誰も仕事をくれないんで、じゃあ自分が独立したと本当に仕事をどうやって取っていくんだっていうことを見据えて僕が一番大事だなと思ってるのは、まあ、その仕事を覚えることでそうなんですけれども、やっぱりその人脈であったりとか本当にその、まあ、会社ではなくてその人と本当に仕事したいっていうかですね、そういう関係づくりをやっぱりしていくのが一番大事じゃないかなって思いました。僕もその鉄道グループにいたんで、いろんな本当にいろんな企業、上場企業から上場企業含めていろんな方とお会いできる機会がすごくあったんですけど、やっぱり自分の中でその大企業の原資だから付き合ってくれてるんじゃないかなっていう思いがいつもあって、本当に自分が独立した時に会えてしてくれるのかな、仕事してくれるのかなっていう不安と問い合わせがあったんですけれど、実際自分が独立した時にまあすごくいろんな方から応援していただいて今も努力させてもらってるんですけれども、その時にこう何ともいない喜びっていうかそういうものはすごく感じました。で大企業のいいところっていうのはまあ、本当の基礎の部分であったりとかいろんなその人脈形成を作るのはすごく大企業っていいのかなって僕は思ってます。ただすごく縦社会が、まあ、これは全部とは言いませんけれど僕が会社の縦社会がすごく多いなっていうのは自分の意見が上がらない結局一方通行で降りてくるケースがあったので、まあ、僕は結構会社にいろいろ言ってた人間ではあったんですけど、やっぱりそのなかなか帰れないっていう思いがあって、で中小企業とかだと結構そのいろんな仕事をやっぱやらせてもらえたりとか、その仕事を吸収していくスピードっていうのは逆に中小企業の方が早かったりするのかなっていう僕はそういうふうに感じました。でまあ実際本当にその起業する人っていうのは先ほど申し上げたように一握りではあるんですけれども、ただ僕の周りでもやっぱりちらほらその起業してる人ってやっぱりいるんですけど、話をすると起業して嫌だ失敗したなっていう人ってほとんどいなくて、なんかその成功しても失敗したとしてもやっぱり起業してよかったよねっていう人がもうほとんど、これはまあ会社の先輩とかでも昔独立して失敗したっていう人もいましたけど、やっぱりみんなやってよかったなっていう、その思いだけはこれは僕からのお約束できるかなっていうふうに思うんで、まあ人生一回しかないですし、本当にやるんだったら定額的に決めて、どんどん邁進していただければなっていうふうに思います。まあ、簡単ですけど時間の関係もありますので僕でお話しください。じゃあ質問、はい、せっかくです。すみません。ごめんなさい。ゲストの方にちょっと質問なんですけど、非常に素晴らしいお話ありがとうございます。それで、ぜひちょっと多分うちの学生さんにとっても多分そういう参考になるんじゃないかなと思うんですがね。やっぱり、まあ、今のお話を聞いてとにかくやっぱ真剣にやれと、要するに真面目にとにかくまあ要するに星飛雄馬じゃないですけど、まあ気合い入れて、しっかり真面目にやれっていうまあ
雰囲気、まあ、論調というかそういう雰囲気だったと思うんですが、あの どうなんですかね、そのやっぱり自分が本当にやりたいことをやっぱり一生懸命 やってこそ道が開けるのかなっていう気がしなくもないですし、あるいは逆にその自分が本当に、まあ、趣味ですごい楽しんでることを本当に実は仕事にしたらすごい実はしんどかったっていうこともあるかもしれないと思いますので、まあ、その起業する上で、まあ、確かに不動産というのは選択の一つとしては あるかもしれませんけども、まあ、あの どうなんですかね、どういった心構えでいくと結果としてうまくいってるケースがあるのかなっていうのをその辺をちょっとぜひ、ね、もし何かでも教えていただきたいんですけど、正直その他の業界のことは私分からないので、まあ、そんなことは言えないんであれなんですけれど、いろんな法人さんのオーナーと喋る機会が結構多かったので、私結構聞くんですね、そのなぜ起業されたんですかとか、その成功されてるケースって何ですかとか、僕結構自分のデータ化したかったんで社長会うたびに結構聞いてたんですけど、やっぱり皆さん見えないところも含めてめちゃくちゃ努力されてて、いや若い時こんな苦労したんだよっていうとかほとんどなんですね、で自分なりにそのやっぱり独立していく中でいろんなその社長の話を聞いてると、やっぱこれぐらい経営苦労しないとやっぱりダメなんだなってすごく思ったんで、まあ、なおさらやっぱり自分にあの、まあ、力入れてっていうのがあったんですけど、中にはその才能があったりとかたまたまやっぱりそのヒット商品があったりとかっていうのでその成功されてる方当然いると思うんです。それって本当の一握りで生まれ持った才能だと思うんですよ。じゃあその才能がある人しかできないのかっていうとそうじゃなくて、誰でもその本当の自分の頑張り次第でやれると僕は思ってますし、いろんな経営者の方のお話を聞いてきましたけど、皆さん口を揃えてやはりそういうふうにおっしゃってると思います、うん、はい、だからまあ当然好きじゃないとやれないと思うんで、まあただ成果があってくると自然と好きになってくるんで、まあ、とりあえずはその一生懸命、まあ、実際入られる会社がそのいい悪い、まあ、向き不向きってやっぱあるとは思うんですけど、私も後輩に言ってきたんですけど、その仮に入った会社が悪かったとしても、そこでその一定の結果が残せないと他の会社にとも多分一緒だって話を僕はそうしたんですけど、うん、最低でも3年はきちっと形を残してやるだけのことをやって、吸収するまで吸収した上で次に行くっていうことがやっぱり大事かなと。うん、はい、どうぞ。お話ありがとうございます。事業を立ち上げられるときに計画的にすることが大事ということをお話しされておっしゃいましたけれども、実際に加藤さんが事業を立ち上げようと考えられたときに、どれぐらいのスパンで将来的なビジョンとして計画を立ち上げたのか。僕の場合は、まあ、ちょうど10年やったんですけど、不動産の世界の話になっちゃうんですけど、要は不動産をその売りたいとか買いたいっていう話が定期的に来ないと会社って続かないんですよね。じゃあ逆算していったんですけど、じゃあ不動産を売りたいとか買いたいっていう話どっから出てくるのかなと思ったんですよね。チラシの相手反響を待つだけでやっぱり弱いなって思ったん でたまたまその、まあ、僕の場合はその弁護士さんといろいろこう接する機会が多くて、じゃあ弁護士さんってやっぱりそのまあ、例えば、まあ、離婚するから家を売るとかって話もそうですし、まあ、それこそ事業失敗して、まあ、まあ、不動産を売らないといけないとかいろんなパターンあるんですけど、結構弁護士さんってそういう不動産の案件をやってるんだっていうことに、まあ、気づいて、じゃあ弁護士さんと仲良くなって弁護士さんからこう定期的に案件をもらえる状況が作れれば会社って安定するんじゃないかなって思ったんですよね。なのでその直接そのお客さんに営業するんじゃなくて弁護士さんに営業するんですよ、僕の場合は。で、仲いい弁護士さんがこうざーってできたら常にこういろんな弁護士さんからこう情報が来るんですね。そうするとこう数字が安定してきて、あ、これはこのまま自分が独立してやれればこれぐらいお金入ってくるからご飯食べるなみたいな、そういう感覚なんです。それは一例なんですけど、それは弁護士さんだけじゃなくて税理士さんもそうですし、まあ、金融機関だったりとか、まあ、いろんなところにそういうのってあると思うんですけれども、僕の場合はそういうところからの、まあ、ネットワークが人脈として作れたら大丈夫かなっていうところで、それが作れたと思えた時に独立しようっていうのがありました。はい、準備としては、あとはまあ先ほどおっしゃいましたように当然その財務だったりとか銀行からお金借りるとかいろんなパターンが出てくるんで、
決算書も見れませんって話にならないんで、当然そういう最低限のところは抑えた上で、まあ、あの実際のその事業の柱っていうものを作っていくっていうのをやりました。はい、自分が独立されて、この仕事が大事になられたときに、やっぱり将来的にはどうやって広げていこうとか、規模とか大きさとか、やっぱり上場したいのか、それともそのままその会社を大きくしたいのか、どうなんですか。すごくいい質問ですね。これすごく悩むんですよね。正直そのやっぱ上場したらかっこいいじゃないですか。6万長者になれるとか、いろんな夢はあるんですけど、やっぱりその会社を大きくしていく中でやっぱりすごくリスクが伴ってくるんですよね。っていうのは人を増やしたいんです。人を増やせばやっぱり人件費が一番お金にかかってくるので、やっぱり無理に人を増やして会社が潰れちゃったら何もならないっていうのもありますし、ただ人を増やさないと事業拡大できないとか、そこを正直葛藤してるんですよ。でこれは僕も今正直悩むっていう、で結構そのリーマンショックあったじゃないですか。であのリーマンショックの前に不動産業界すごくバブルになってて、こういろんな会社がこう上場するとかって言って、結局リーマンショックで潰れた会社をたくさん見てきたんですけど、あの不動産業界でいうとその過度に投資して開発して、まあ、拡大していく会社って大体潰れてる会社が多いんで、不動産業界で今から上場していくっていうのは正直難しいかなと思ってます。業界ですよ。僕は多分やらないです。他の業界はいいと思うんですけど、不動産業界でいうと僕はちょっと難しいかなと思います。将来的にどういう感じのものが行きたいとか、結構この話だと長くなっちゃうんですけど、その前の会社の時に結構自分なりに思うところがいろいろあって、その組織って何なのって結構思ったことがあったんです。で結構そのやっぱり、先ほどの縦社会じゃないんですけど、すごく思うところがあって、もっとその風通しが良くて、こうもっとこうみんなでこうワクワクワイワイできるような会社を作れるのかなっていうのがあって、じゃあその会社をどうしたら作るのかって考えると、も自分で作るしかないっていうのがあったんで、まあ自分と志を共にできる人たちを、まあ、そういう増やしていって、こうみんなでこうやっぱり楽しくやれるような会社を作りたいなっていう、本当それだけですね。まあ、自分の成果として、まあ、それでご飯食べたら一番いいかなっていう感じです。ありがとうございます。すごい。ビジネスを自分で起こしたいなと思ったら、まず最初にパートナーを探しに来たのかなと思うんですけれども、加藤さんは実際パートナーというのはいつ頃から探し始めて、考え始めて起業になったの？パートナーはこれ僕の個人的意見ですけど、作らない方がいいと思います。うん、その通り。パートナー、そのいろんなパートナーってあると思うんですけど、僕は一人でやってたんですよ最初は。で結構1人だと怖いんで、2人とか3人でやろうっていう会社結構多いんですけど、大体喧嘩して別れてます。いい時はいいんですよ、お互いお金も入るんでいいんですけど、悪くなってくると、俺こんだけ働いてるあいつ働いてねとか、なんで給料しちゃうんだとか、必ず喧嘩する。周りでもそんな会社はもう腐るほど見てきてるんで、意思系統っていうのはピラミッドにしとかないと、2人とか3人とかっていうふうに分散しちゃうと絶対燃えるんで、企業 そのやはり意思決定のスピード化っていうか、そのラインは統一しておかないといけないかなと思ってるので、僕は正直パートナーっていうのはあんまり賛成はしてないです。ただそういったその資本関係のないような、まあいわゆる仕事としてのパートナーっていうのは当然大事だと思うんですけど、で例えば僕が今おっしゃる弁護士だったりとか、そういったものに関して言うと、ここたまたまタイミングでその弁護士さんと知り合った機会があったん で、あとはこっちからも弁護士さんにこうそれを飛び込んじゃないですけど、営業かけていってっていう感じです。それはもう俗人的な、もうそれこそ寝技営業じゃないですけど、もういろんな手法を使うわけですよ。接待もあれば、まあ、仕事を通じて自分の、まあ、仕事のスキルを見せて、まあ、ファンにさせるっていうこともありますし、これは自分の腕だと思うんですよね。はい、それこそこまめな声を聞きでいくっていうのも一つだと思います。そこはもう自分のやり方かなと思いますけど、はい、ありがとうございます。じゃあ、坂田さんの質問、ありがとうございました。将来の問題をお願いします。まず加藤さんにお伝えしたいんですけど、はい、まあ、先ほど経営者の方が通知をしているとおっしゃるんですけど、加藤さんがどうした話してもらっていただきたいと、あと田内さんにしてもらうんですけど、磯さんですね、会社
資本主義が大切としたりしてたんですけど、その具体的などの辺が安定しているかとか、市場みたいなものが教えてください。起業するにあたってのプロセスです。してから両方両方ですかね。するまでで苦労したところでいうと、あの自分の意思決定ですね、うん、最後会社に辞めるって言いにくところですね。その場合はあんまりその周りの周囲の反対とか特になかったんで、あのこれの苦労はなかったんですけれども、まあ、その人脈とかもある程度順調にやれたんで、そういう苦労は全くなかったんですけど、一番の苦労は最後は自分が一歩踏み出せるかどうかっていう、そこが一番、うん、あのもう絶対やると思ってたんですけど、本当にやろうっていう時って結構ビビるんで、今の自分の環境を全部捨てないといけないんで、やっぱり起業するとそれなりにやっぱ実績残してる方ばっかりなんですね。っていうことは会社でも重宝されてますし、じゃあ人目会うんですよ、やっぱりやめないでくれと、お前は必要なんだって言われるんですよ。やっぱり長く一緒に付き合ってたら当然情もありますし、楽しいじゃないですか。でもその仲間全部聞い話して自分で裸で行くわけですから、最後自分が本当に生み出すっていう、そこのきっかけっていうか、それがすごく難しい。それが一番僕は苦労した。で今が、やっぱり慣れない仕事も増えてきてるんで、それはまあ、例えば労務管理だったりとか、あの全く経験しなかったことがあったりとか、その人の問題ですよね。まあ、うちも今社員何人かいるんですけれど、まあ、じゃあその社員の熱量をどうやって上げていこうかとか、まあ、そういった部分でその会社の雰囲気作りみたいなところはやっぱりすごく苦労する。今まではこう自分一人がやってればよかったことだったんですけど、その全体にやっぱり他の人のことも踏まえてやっぱり、やっていただいていかないというのはすごく、まあ、難しい部分かな。逆に面白さでもあるんですよ、はい、というのは。決算書の見るところっていうポイントでいくと、やっぱりちゃんとお金が払えるかどうかっていうところなんで、キャッシュフローって言ってもなかなか分かりにくいかもしれない。決算書で言うと当座比率、流動比率っていうんですけど、それはまあ何かというと、すぐにまあ払わないといけないお金と入ってくる予定のお金、今のお金を足した比率、それが要は 100% を下回ると要はキャッシュアウトを起こしてしまうので、ある程度そこの余力を見ておく必要がある。流れってこともそうですし、その払わないといけないっていう金額が決算書上だと決まってる、1年以内に払わないといけないお金、1年以内に入ってくるお金、この2つ入ってくるお金を、はい、払わないといけないお金が追い越してしまうと非常によろしくないっていうところです。あと利益に関しては3期分で見るっていうところ、3年赤黒黒とか黒赤赤黒黒黒っていう風に3期分で見るっていうのが絶対的に、銀行もそうだし、その、まあ、一つの指標として見ていくっていうのが大事なんで、うん、すぐ答えられるんですね。すぐ答えられるんですね。はい、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 すいません、お聞きしたいのは、企業を続け、朝ですね、事業を続けていくモチベーションの火種となっていること。僕の場合はレフトオーバーなんですね、はい、その先ほど話したように若い時にいろいろ苦労して、まあ、結構お前はバカだとかいろいろ言われてきた人間だったので、実際その大企業に入って、まあ、学歴それこそ、ね、皆さんのような賢い方たくさんいるわけですよ。やっぱりこう単純に負けたくないっていう、仕事は負けないよっていう、それだけだったんですよ。最後は勝つよ、それの延長なんですよね。じゃあ会社の中で、まあ、敵がいなく、敵といったらあれですけど、まあ、負けてないなってこう思えた時に、じゃあ外の世界ってどうなんだろうっていう、そういう世界だから、その実際起業したら本当社会って広いなってすごく思うんですけど、いろんな経営者の方とお会いしたりとかして、どんどんどんこう自分のこう力をどれだけできるのか試してみたいっていう、本当そういう気持ちですね。だからプロ野球選手とは言いませんけど、まあ、大リーグ行ったりするじゃないですか。ああいう感覚だと自分がどれだけできるか試してみたい。僕の場合も本当に自分がどれだけできるかやってみたいな、そういう気持ちでやってます、うん、はい、はい、じゃあありがとうございました。続きは、そう、ちなみにこの、まあ、なんかコンサルティング事例みたいな紙があったと思うんですけど、これもし興味がある方がいらっしゃったら後で聞いていただいたらすごく面白い話です。これすごく難しいんで、興味のある方がいれば、また質問します。